緑のスカプラリオ緑のスカプラリオとは、カトリック教会の純秘石の一つで緑色をした、スカプラリオのこと。不思議の目台から10年後の1840年1月、聖微先オア・パウロ愛徳姉妹会修道場のジュスティーヌ・ビスケーブリュが、聖母、マリアの像の前で祈っていると聖母の出現があった。その後、数度の聖母の出現があった後、1840年9月8日の、 出現の際に、聖母、マリアの左手に、緑のスカプラディオが持たれていた。緑のスカプラディオの表には、聖母、マリアの絵が、裏側にはの剣で差し貫かれた心臓があり、その周りに、聖マリアの汚れなきお心よ、今も、臨終の時も我らのために祈り給え、という文字が書いてあった。そして、このスカプラディオによって、信仰のない人は信仰の恵みを受け、 信仰のある人は、より熱心になり、特に臨終の時に大きな助けを受けますという声を聞いた。その後、緑のスカプラリオの反復が始まり、以来、多くの奇跡的な改心と癒しの事例が伝えられ、ローマ教皇のピオ旧世により、1863年と1870年に認可を受けた。1870年に認可した際に、ピオ九世は、 それを作り配布する権威を与えます。良き姉妹たちにそう伝えなさいと発言している。他の色のスカプラリオは、キリスト教の信者のみしか持つことができないが、緑のスカプラリオは、聖母、マリアの誰でもこのスカプラリオを身につけて、毎日少なくとも一度この裏に書いてある祈りを唱えれば幸せになりますという言葉が示す通り、不思議の目大同様。 キリスト教の信者でなくとも持つことができ、幸福がもたらされるとされる。メリーズギフトオブザグリーンスキャップヤラー、ハットザグリーンスキャップヤラーイッツフェイバーズ、パート4バイレブ、ファーザー、マリーエイドアールモット、CM 性便選手を愛徳しまい会。ありがとうございます。